共産党主席の四番亀の夫人。三島省所条件出身。文化大革命を主導し、公職女行と呼ばれた。文革末期には、王公文、長春教、楊文元と四人組を形成し、中国共産党内で影響力を持ったが、もう拓党の死後に逮捕、投獄され、死刑判決を受ける。無期懲役に、減刑の後、 病気治療科に釈放中に、北京の居住地で自殺した。後世は、園湾に移った後に、東大の詩人、戦記の、奨励み室の結末局割に踏み、工場数峰青オにちなんで、毛沢東から与えられた名前で、出生時の名は、李シ毛友モ進トスムともいう。毛沢東の監視に、李スム同士に当てたものがある。 小学校入学時には李雲ンと名乗る。女優として活動していた頃は、ランとして広く知られた。中華民国の三島省諸条件に生まれ、父は大工のリ徳文、分、母のラン氏は地主へ下働きに出て、生計を立てていた。母が働いていた家の次男が、長生教で、長生教は小学校教師だったこともあって、李雲ンと知り合う。 母は両家への結婚を求めて、転職を施したが、すぐに、リウンカクはこれを説いた。1926年に、父が死ぬと、法典派の軍人の王家詰を頼って、天使西へ転居。ブリティッシュアメリカンタバコで公員として働いた後、法典派が没落してからは、災難士の、純おじの李氏名を頼る。1929年に、 蝶太氏が主催していた三等勝率、実験劇院に進んで演劇と古典音楽を学び、さらに国立賃太を大学図書館で副司書として、働きながら文学の授業を聴講この間1931年に、ハイ拝リンと最初の結婚をするも2ヶ月で離婚した。この頃賃太を似て、蝶太氏の夫人を通じて、第一線の女優であった、油酸とチキになり、 そこからユーサの弟のユケイと知り合う。当時ユケイは、チンタオ大学に席を置きながら共産主義の地下活動に従事し、その影響で1933年に中国共産党に入党。ほどなくそのユケイが、中国国民党政府に反政府活動の度で逮捕され死刑宣告を受け、同性関係にあったリウンカクも、災難から上海へ逃れる。 上海へ移った、李雲閣は、三等勝率実験劇員で、同級生だった、ギツルレイの紹介で、殿館の主催する、南国社の門を叩く。南国社では、乱品の芸名で女優として近隣に出張りながら、労働者に読み書きを教えたりしながら、脇役や派役として出演。共産主義青年団にも加入し、1934年には、逮捕。 入国を経験している。映画雑誌の表紙を飾る1935年に、上海行予劇人協会の手による話劇、イプセン、人形の家の拾いに役、野良として出演、相手役のヘルメルは長短だった。劇は、好評を博しランヒンは一役注目を浴びる。ランヒンは、上海の外国疎開における、社交界でも有名人となり、ブルーアップルと呼ばれ、 乱品はもてはやされた。この年公開された映画自由神では時代の長寿であったサイエン・との共演を果たし、予性を買って1936年に話し劇、下演作最近歌の主演に大明の向こうを張って名乗りを上げる。一時はダブルキャストで劇を興行する方向になったが、キャリアとしては決定的に差がある、この方針に、 大明らや金山などが、教養劇人協会から脱退。大明らの、最近家が大好評なのに対し、ランヒンが主演だった、オストロフスキー、大雷雨は国評されこの時のイコンが、後の文革での大明らへの迫害につながった。さらに本当な男性関係が、ランヒンの女優生命を傷つけた。すでに重婚などが噂されていたが、 決定的だったのは1934年に結婚した、東大との不仲だった。東大は、すでに俳優、映画監督、映画評論家として、名をなし、公衆録話等で行われた、結婚式は、長短羅当時の上海芸能界のスター3組の合同で挙行されるという、華やかなものであった。しかし、挙式2ヶ月後には、大雷雨の演出を担当していた、 小民との交際が発覚、と治は、精神的に、不安定になって、自殺未遂を二度も起こすまでになった。この間に、後生の出演した、映画、王老後はヒット作となり、王老後の役名そのものが、独身期間の長い男を表す慣用句となった。内容は、独身期間が長い、貧しい労働者の王老後の人生と抜け出せない、 貧困の苦しみを描いたもので、後世は貧苦にあえぐ、王老後の妻を演じ、劇中歌も歌っている。1937年にようやく、唐治との離婚が成立したが、8月には、第二次上海事変が勃発。蘭品はかつて同棲していたユ、湯敬意と共に、上海から脱出し、中国共産党の本拠地延安まで歩いて移動した。この時から乱品は、 高生と名乗っている。毛沢東と共に、延安に到着後、路人芸術学院で演劇を教えていた。かつての人気女優であった高生は、都会的で比較的スリムな美人で、男ばかりの園安で、戦亡の的だったという。やがて、毛沢東と出会い、二人は、交際を開始するようになった。この時高生は25歳、毛沢東は45歳だった。 しかし当時の毛沢東は、吉子コチンと結婚しており、後世との関係は不倫であった。毛沢東は、吉子コチンと離婚して後世と結婚をすることを決めた。しかし不倫関係が元であり、さらにスキャンダルで広く知られた後世を、毛沢東の妻とすることに対する危惧感が、主得や周恩来といった幹部たちの反発を招くことになる。結局、 毛沢東は結婚の条件として、後世を政治の表舞台に立たせないことを約束させられたという。幹部たちの反発はあったものの、日中戦争末っ只中の1939年に毛沢東と後世は正式に結婚した。翌1940年には一人娘の李突が生まれた。第二次世界大戦を経て、国境内戦の結果、 1949年に、毛沢東を中央人民政府主席とする中華人民共和国が建国され、後世はファーストレディとなったが、この頃には体調を崩し、ソビエト連邦で療養生活を送る。帰国後の1960年代前半から、後世は政治活動に参加するようになり、かつての約束は保護となった。後世は、 オーテルミア総敬礼といった女性政治家にライバル心を持った。1962年9月、インドネシアのスカルの大統領夫人ハルティニが訪中した際に、毛沢東と共に艦隊の席に姿を見せ、人民日報に初めてケ夫人として取り上げられ公にされた。これはその前に接待した。 オーテルミとハルティにプ人の模様が連日、人民日報に報じられたことに反発した構成が、毛沢東を通じて、公式の場に出ることを図ったものだった。また、ルーマニアのチャウシェスク大統領夫人エレナとも親交を結んだ。数千万人の合社を出した、大躍進政策の失敗で、国家主席から失脚した毛沢東を支え、流少期の打倒。 毛沢東に進めるようになった。これがやがて文化大革命につながった。やがて1966年に始まる文化大革命で4人組の一人として活躍し、世界中に名を轟かせることになる。1966年8月に中央文学小祖第一副組長に就任。革命現代狂劇バレエを主張、狂劇など伝統芸能の伝統演目を、 冒険文化として排斥、それに従事していた俳優らを迫害し、競技界会は多くの名優と演目を失うことになる。この背景として、女優として活動していた彼女は、それなりの評価をもらっていたものの、正当な演技の訓練を受けていない自分を、演技派女優として高く評価してくれなかった、演劇界に対して、個人的演奏があったと言われる。 1969年の旧全大会、1973年の十全大会で中央政治局委員に選出。後生、社富春らを使って多くの人物を冤罪に陥れ、長春京王公文、与文元との4人組を政治局で結成。林表の失脚後の十全大会以降は文化大革命の主導権を握る。それでも、 表面上は夫、毛沢東の忠実な部下を装い、私は、主席のためにパトロールする保証に過ぎませんと、よく口にしていた。嫉妬深く自分より優れたところのある女性は容赦なく、攻撃し、王テルミを逮捕、投獄させたり、周恩来の幼女で女優のソニーを死にいたらしめた。過去に、関係のあった演劇映画関係者もほとんどべてが、 攻撃対象として、槍玉に上がり、過去の因縁で目の仇にしていた、大明をはじめ、長夫都市、友山、殿官、正民が、迫害しに追い込まれた。一方、すでに国外へ脱出していた、東治は難を逃れている。なお、この時は、吉古鎮に対して激しい嫌悪感を持ち、同じ町で宿泊することすら耐えられなかったという。さらに、 1976年には復活した、と昌平に第一次天安門事件の責任を追わせて、再度失脚に追い込んだ。事件の鎮圧部隊を称えるレセプションでは、序列2位の下国宝と中央に並んで、写真に収まり、同年4月27日付の人民日報に、掲載された。さらに、非臨飛行運動によって、周恩来の応用都市も図ろうとした。 権力は絶頂期に達したが、同年の毛沢東の死の直後の10月6日に4人組の一人として逮捕された。1980年より他の4人組やりんぴょう事件の関係者と共に裁判にかけられ、1981年に死刑判決を受ける。4人組裁判の法廷においては、これが一種の政治裁判であることを批判。 少々する言動をたびたび行い、何度も大抵処分を受けている。もっとも裁判では、もう東の責任を検証しないなどそうした側面があったのは事実で、それゆえに、後世の言動が裁判を茶番劇から救ったと逆説的に評価する見解もある。1983年には、無期懲役に減刑された。1984年に、 病気治療科に釈放されていたことが、彼女の自殺時の報道で明らかにされた。1991年5月14日に、がんの療養のため病気治療科に釈放中に、北京の居住地で、首吊り自殺した。古新聞の片隅に書かれた、盲主席あなたの生徒あなたの戦友が今、会いに行きますというのが遺書である。後世の自殺については6月4日になって、 ようやく進化者より発表された。厚生本人は、聖火の山東小書場に埋葬してほしいと、遺言状に残していたが、トラブルを懸念した、郝拓民が、娘の離突を説得し、2002年に、北京の北京福田共同墓地に埋葬された。また、葬儀費用約5から6万元は、離突が負担させられた。墓石には、 先はハ,ハリウんツルの墓1914年から1991年、娘娘婿子外村根流と掘られ、後世の墓とはわからないようになっており、また埋葬者の名前も刻まれていない。死後も、悪女として、名を馳せ娘の利突が迫害を受けたり、日本では、生体公らと共に、悪女として、名を連ねた番組が放映されるなど、 中華人民共和国のみならず西側諸国では悪人としての評価が定着したが中華人民共和国内ではもうタク頭を主役にしたドラマで賢女として描写されるなど一部で美化しようとする勢力がいることも伺える A.B. ハリソン・ソールズベリー天安門に立つ新中国40年の奇跡日本放送出版協会1989年 ピアニッシュも、129から130当時の日本の、新聞でも、珍しいや猛主席夫人と報じられた。記事には、ハルテニプ人と会ったのは9月29日とある。ベア、エドワード・キス・ザ・ハンド・ユー・キャン・ノット・バイト、ニューヨーク、ベロル・ブックス、1991ページ195、文革構成横鎮、スイカ不装用・不ソ用ゼ・ジュー・ニシ http://history.people.com cnn2014-0210-C372327-24312174HTML2015 年12月1日閲覧構成女子が中央に鎮圧部隊との記念撮影 朝日新聞1976年4月28日、13版、7面、辻工吾、転換期の中国岩波書店、岩波新書、1983年、安藤聖史、大田勝弘、辻工吾、文化大革命と現代中国岩波書店、岩波新書、1988年、ピアニッシも、176から177、 暴かれなかった厚生婦人の墓一族復権、不豪の子孫も。産経新聞。http://sankei.jp.msn.com、ワールド、ニュース、13万1226、chn13 兆1226億853万 2n1、htm2013 年12月26日、閲覧。 女たちの中国日本テレビ2009年歩兵、文革の女帝構成が夫、毛沢東を支えた検才に、再評価のきっかけか中国レコードチャイナ、李氏水、毛沢東の私生活上官文芸春秋、1994年、P243。ただし、本書の内容の信憑性には、議論がある。 天安門に立つピアニッシュも、253から254、結層霊状的、構成、体イクロメ表情。法王網、http コロンスラッシュスラッシュニュース .ifeng.com スラッシュヒストリースラッシュ zhiqing スラッシュディテール201112-06-11135418 0 shtml2018 年8月21日、閲覧。エルピラニアズモアブレヌエボスフレンティーズ、ENL ターサーアムンド。ルーインアスティジテールズ、h t t p w ww w w ル u インアスティジテールズ .com、ディスカミサード、ディスカミサードイルペロニサモブレニュアバスフレンティーズ1、2018年8月16日、閲覧。ラガルタデペロン。 エーマオレバダポルミリタンツクイバンエーイントレナースエーチャイナインフォビ httpswww.infob.com ポリティカ2017-07-08ラカルタデペロンエーマオレバダポルミリタンツクイバンエーイントレナースエーチャイナ2018年8月16日閲覧1974年厚生遺全国女性設計的国ブク 一切行は大爆笑なり不敗乱罪倉庫。倉文詩人。https, hk, sand.com, a, 27-01-e7-e3-c6921-e29-ccb4006-e75-e4-boyfriend-05-f654-e462-1635-f4-f12bit-c94-619。 C22C2018 年8月21日、閲覧。河野香織、中国副総司中国旅ゆう出版社1995年、P387、厚生財産上、敵生活、打火肉法等やよい。法王もう。 http://news.ifeng.com コロンススララッッシュスラッシュヒストリースラッシュ zhongguoxiandaishi スラッシュディテール2012-07-28-1637-3084-0 shtml2019 年6月20日閲覧ありがとうございます